ヒョナさん、映画音楽で好きなのは何なんですか？ジョン・ウィリアムズはやっぱり僕にとってはもう自分に映画音楽を教えてくれた人っていう、そうですね。だからそれは面白いですよね。面白いっていうのはね、アメリカンニューシネマ、はい、それで映画音楽っていうものがね、それまでとまるで違う役割を果たす。それの時にちょうど二十歳前後でしょ、はいはいはい、それが頭に残っちゃってるんですよね、うん、だからジョン・ウィリアムズが出てきた時、本当のこと言うとね、なんで歴史を元に戻すんだっていうそうですよね。そう、はい、だからやっぱりそれは生まれた時代とかね、そういうのが大きいんだなっていう気がしますけどね、だからその鈴木さんが影響を受けた音楽があって、まあ、新しいものが生まれたニューシネマ でまた戻ってしまった。でも僕らその戻ってしまったところから入ってる世代なので、もうそれが基準というか基本というか、まあ分かりますけどね、だからその時のもうメロディーラインとかモチーフでもうヒーローが登場したら必ずこの曲が流れるみたいな手法に慣れてるから、もう今の映画音楽になんか全然こうときめかないというか、なんかただの BGM みたいにしか聞こえなかったりするっていうところがあるんですよね。まあ要は、まあまあ古い映画音楽がオーソドックスであるじゃないですか、でもあのスターウォーズ以降のちょっと新しい時代のもの、新しいといってももう30年ぐらい前なんですけども、何でしょう、ロッキーのテーマであったりとか、バックトゥザフューチャーであったりとか、まあそこにはね、あのだからジョン・ウィリアムズがいたり、アラン・シルベストリーがいたり、ビル・コンティがいたりっていう、その若い頃に吸収したものが、まあ、僕らでもそうなんですよ、もう基準となってその後のものづくりに全部生かされるって言ったら変ですけど、でそれが一周回って今作ったら新鮮に見えたり、まあそうですね、聞こえたりするっていうところはあるじゃないですか、でもどんな作曲家もクリエイターもそういうもんだと思うんですよね。だから映画監督、映画音楽家の歴史をずっと見ていると、その人のピークっていうのがあって、そうなんだ、はい、なんか知らんけどこの数年で恐ろしいぐらい素晴らしい曲を生み出してるなとか、いい映画を作り続けてるなっていう、なんかピークみたいなものが見えるのは面白かったりしますね。ニノロータなんかしかし最後までずっと素晴らしいのばっか作ってるよね。いやもうニノロータはすごいですよね、やっぱりすごいですよね、まあ太陽がいっぱい、甘い生活、甘い生活もいいんですよね、ハッカ2分の1で山猫でビスコンティのあの荘厳な世界を描いたかと思えば、ロミオとジュリエットがあり、そしてゴッドファーザー、そうですよね、でもゴッドファーザーの時にはアカデミー賞は取らずに、ゴッドファーザーパート2でアカデミー賞の作曲賞を取るんですよ、うん、あ作品もそうだったんじゃないですかね。作品賞は連続で取ったと思います。あ連続でしたか、はい、あそっかそっか、はい、でアマルコルドがあって、カサノバとあって、カサノバもそうなんだ、はい、フェリーに、はい、でナイル殺人事件というアガサ・クリスティの映画があって、うんうんうん、で最後のオーケストラリハーサルというのが遺作になってます、うん、まあでも思えば久石さんがずっと宮崎監督の作品の音楽を担当されてきて、もうね、宮崎駿っていう人はね、俺は多分音曲はダメだって、つまり音楽はね全く向かないと、俺は向かないとね、俺で音楽は鈴木さんの方で打ち合わせといてよっていう人ですごい人なんですよ。俺でね、まあ宮さんっていう人はね、いやまあ一切さんでいいんだと、はいはい、ね、はい、だって俺それ以外知らないもんっつってねそれですね、一回行って美味しかったご飯屋があって、俺もうそこでずっと食べとったらええわみたいな感覚にちょっと似てるのかもしれませんね。どんな映画で、まあ宮崎駿って実は作品がバラエティに富んでるじゃないですか、はいはい、でもそれはね、まあ久石さんが全部やってくれればいいんだっていうね、うん、だからまあそういうことで言うと、結果として、まあ、僕は久石さんとはもう随分ね、まあ気がついたら1983年かな、はい、からだから、もうすごいですよね、30年以上以上ですね、うん、付き合ってますよね、はい、いろいろお世話になりました。久井さんありがとうございますこの場を借りて主題歌に関してなんですけれども、先ほどおっしゃったその、まあ、宮崎さんがあまりその音楽に、まあ、詳しくないというのでしょうかね、うん、だから、そういう時に僕が昔聞いた記憶があるのは、例えばこの曲どうかなって鈴木さんが思う曲を割とこう進める、しかもストレートに進めるんじゃなくて、ある方法で進めるっていうようなことを僕は聞いた記憶があるんですけれどもいやね、宮さんってまあ確かにね、
音楽に関してはとやかく言う人じゃないんですけれど、だけれどやっぱりねよく聴いてんですよ、はいはいはい、で好きな曲って決まってんですよね、うん、これで、まあ、実は最近のね、最近っていうのか今のところ彼の最後の作品「風立ちぬ」うん、そう、これはね宮崎駿が珍しくね、鈴木さん今回はね俺主題歌なしだからって、うんうんうん、これ一番いきなり宣言されたんです、はいはいはい、ね、俺でどうしてかっていうとね、そんな主題歌でねチャラチャラするような映画じゃないんだと、はい、深刻な映画なんだからね、うん、歌なんか歌ってる暇はないと、うん、俺僕もね、あそうですかと、はいはい、で僕も特にねそれに異論はなかったんですよ、はい、だから映画だから必ず主題歌なきゃいけない、それはあった方がいいかもしれないけどなくてもいいやなって、でそんなことをね決めて、それで進んでてね、そしたらある日、まあ実はね、ジブリでいろんな作品をブルーレイにして世の中に出すっていう機会があって、うん、はい、そしたらある人がね、とんでもない話を僕のところへ持ち込んで、うん、そしたら何かなと思ったらね、僕とユーミンでそのブルーレイの宣伝をね、うん、やるんでトークショーをやってほしい、はい、ユーミンさんも実を言うと、はい、これ前のいろんな曲を集めたね、うん、CD を出すんで、ええ、まあ、それの宣伝も兼ねてんだと、はいはい、そんなのを聞いてて、あ、なるほどと、お互いじゃあね、トークをするのかと、うん、これでねその新しいやつをね、うん、ちょっと、まあ、見本番があったんで、はい、ちょっと聞いてみたんですよね、はい、ラジオの車の中で、うん、これで聞いてってね、まあ、僕もよく聞いてきましたから、うん、あ、なるほどと思って懐かしいなと思ってたら、その CD においては見本版だったね、うん、だったんでね、うん、最後の最後に、うん、あの歌が入ってたんですよ、はい、おいしてね、聞く友達にこうやって聞いてたわけでしょ、はい、まあ聞いとかなきゃいけないと思って聞いたわけだから、うん、そしたら歌詞がね、うん、やたら耳に入ってきてね、はいはい、本当あれって思ったんですよ、これってなんか風立ちぬのね、はい、中身となんか世界観と非常に合うんじゃないかと、うん、これでね僕その次の日宮崎駿のとこ行ってね、それをとにかく聞かしちゃおうかなと思って、うんうんうん、で、ええ、何ですかって言ったら、いやちょっと聞いてもらえますって言って何にも言わないで、はいはい、これでねいきなりね聞かせたんですよ、はいはい、そしたらね聞き始めた途端ね、ええ、もう全部終わる前にね、はい、何これっていや、だからちょっと聞いてもらったんですよって言ったら、ええ、何これ風立ちぬの主題歌じゃん。なるほど。俺でね、ええ、俺で実はね、その次の日ぐらいかな、はい、ちょうどそのトークショーのね、はい、本番なんですよね、ええ、俺でそのトークショーの最中、はい、まあ、僕は実を言うとユミさんといろんな話してね、はい、でその場でね、ええ、なかなか彼女ってやっぱりね、トークショーの前後、はい、お忙しいんですよ、ね、ええ、だからもうなかなか話す機会なく、打ち合わせの時間もない、うん、で本番でね、ええ、あれちょっと使わせてもらえますかはいはいはい、でこれね、まあ、歌詞の内容が良かったこともさることながら、はい、皆さんがね、うん、若い頃彼女の頃ファンだったんですよね、はい、でそれもあったんでね、まあ、そういう偶然がやっぱり重なったことも大きかったですよね、うん、まあ、監督によっては例えばこの曲にはこの映画にはこの曲だとか決め込んでおられる方もいらっしゃるでしょうけども、本当にそういうふとした偶然で出会いがあったりとか、そうです。で、おそらく宮崎さんもその鈴木さんにこれちょっと聞いてみてよって言われた時、まあ、なんか意図があるんだろうっていうのは多分あうんの呼吸でお分かりの部分もあると思うんですよね。だから、あ、ちょうどそのユーミンの曲が今でやってる映画とぴったり合うじゃないみたいな、うん、いわゆるそこで生まれてくる、まあ、コラボレーションって変ですけども、うん、それによって映画は生まれてくるんだなって。本当にそうですね。だってね、君を乗せてっていうラピュタ、はい、あれは僕はね高畑勲に感心したんですよね、うん、というのはあの映画はナウシカも実は主題歌がなかったんですけれど、はい、ラピュタもね主題歌最初ない予定だったんですよ、ええ、ところがこういうことがあるんですよね、被災者に曲を作ってもらうとき、うん、宮崎駿がねそのなんて言うんだろう、こんなタイトルのね、そして大体ね、そのタイトルってのはこういう意味だっていうね、音楽メモみたいなのをちょっと書くんですよ、10曲ぐらい、はいはいはい、それをもとにね久石さんが曲を作る、うん、そしたらその中にね今の君を乗せての原型になる音楽メモがあったんですよ、うん、はい、それでそのなんていうのかな、久石さんがそれに合わせて曲をかけて作っていくじゃないですか、うん、そしたら高橋さんがねそれ見ててね、うん、その久石さんの宮さんの書いた君を乗せての音楽メモ、それをね
まあ、前後バラバラにしてね、うん、俺で久石さんのある曲に当てはめちゃったんですよ、はいはいはい、これで僕にね、ちょっと鈴木さんこれ聴いてみてくださいよって、うん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 、何かなと思ったらね、君を乗せてくの曲なんですよね。これで、あの、ミヤさんはね、はい、知らないわけですよ、じゃあこれ主題歌にしますか要するに宮崎駿のいないところでそういう話がどんどん進んでだからあれね、まあ、あのジャスラックへの届けはね、作詞は宮崎駿になってるけれど、かなり高橋さんのね力が大きいんですよね、そうですよね、うん、そうやって決まったやつもありましたね。あなんか、音楽が偶然生まれてきたみたいなところってあるんですよ。あるんですよね、うん、はあ。本当にそうやって考えると面白いですよね、まあ、僕はそれこそね、そんなに多くの方と付き合ったわけじゃないけれど、やっぱり久石さんはやっぱすごいですと思いますね。すごいですね、うん、ほんでね、なんて言うんだろう、他の方だとね、ここで盛り上げてって言ってもね、いろんな方と、まあ、僕もちょっとは付き合って勉強になったんですけれど、あんまり盛り上げてくれないんですよ俺でね、やっぱりね、皆さんあのプライドがあって、はい、それやると恥ずかしい、はいはい、みたいなことが関係あるのかなと思うけれど、久石さんはね、はい、こうそういう時の注文に対してね、堂々とおやりになるんですよ。はあ、うん、そこがね、やっぱり久石さんの思い切りの良さっていうのかな。はあ、あの僕らの想像と印象でいうと、なんか真逆な感じがしました。なんか、そうなんですか。もっとなんかこう、うん、作家前としてて、その、うん、なんですかね、こう俺の世界だみたいなことがあるのかなと思ってたんですけれども、うん、割とそういうニーズに対して順応な、そうですよ、うん、これでだから、あの久石さんに対してね、宮崎駿の注文の仕方ってね、はい、面白いんですよね、はいはい、例えばこういう言葉使うんですよ。例えばあるラブシーンがあるとするじゃないですか、うん、見てる人が恥ずかしくなるような音楽をつけてくださいってそうするとね、はい、やりますねっつってやってくれるんですよ、はい、で本当に恥ずかしくなるような曲を上げてくるという、だからね、みんな見ててね、気持ちいいんだと思うんですよ。はあ、ああいうのすごいよな。そこがやはり、そのまあ作家性と商業性というか、うん、うまくこう兼ね備えてるから、久石さんはそういうところはもうお客さんが何を好きか、うん、なんか分かってて、ここはじゃあ行きますっつってでそうかと思うとね、まあ、これは僕もね、高橋さんと一緒にあのかぐや姫っていうのをやった時に、うん、だからね、高橋さんがどうしても久石さんだっていう、でその時のね、元になったのがね、悪人の曲、あれいい曲だったんですよね。うん、でなんでかっていうとね、いつもの久石さんの持ち物とちょっと違ってて、うん、画面全体からね、なんか見てる人を不安にかきたてる、はい、でそれがね、かぐや姫にね、やっぱり高橋さんは合ってるんじゃないかと。要するに、まあ、かぐや姫って言っても普通の女の子、ええ、で都行くの嫌だって言ってみたけ言ってたけれど、いざとなると、はい、まあ、いろんな着物その他与えられて、女の子にとっては嬉しいものじゃないですか、うんうん、じゃあそこにどういう音楽をつけるか、うん、ってなった時に、高橋さんがね、同じ曲を使えってるんじゃないけれど、一番ヒントになるのは悪人の曲ですよって言ったんですよ。はいはいはい、要するに本人は、ええ、もの、ね、能天気にすごい、それまでね、そんな都行くのは嫌だって言ってたくせに、行ってみたら着物その他がいっぱいあって、うん、やっぱり女の子らしく喜んじゃうわけですよ、うん、じゃあそこへどういう曲を、要するに喜んでるんだけれど、実はちょっと先の未来にね、ある不安なものが待ってるよっていう曲なんですよね。それをやってくれたんですよ。はで、悪人っていうのも、まあ、いわばあのなかなかこう現実を見れば、仕事も大変、うん、金もない、そう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 、田舎でどうしようもないっていう妻夫木聡の心境とか、うん、そういうものを描いてたわけですから、 そことこう、あのかぐや姫のイメージが一致した、うん、ああそうなんですね。だから僕あれはね、すごい仕事だと思ったんですよ、うん、だから久石さんは、まあ、あの時風たちにもやって、それでかぐや姫もやるんですけれどね、うん、全く彼の違うものを出してきたっていう、じゃあもう A 面 B 面みたいな、そうなんですよ、作家性のね、うん、だからやっぱり両曲を、久石さんというのはね、間口が広いっていうのか、はい、すごいですよね、すごいですね、許容量が広いっていうのか。いや、余談ですけどね、僕あのよく、まあ、映画音楽を BGM にしながら仕事をすることがあるんですけどもね、もののけ姫のサントラ、はい、
めちゃくちゃ仕事の効率があるんですよ。そうなんですか。あれすごいっすよ。あの他のサントラはそんなにね、なんかこう単なる BGM として聴いてるんですけど、あのもののけ姫のサントラって、あのしかもスコアの部分なんですけど、なんかね全体のリズムと流れがものすごくこう体に残りつつこう仕事を邪魔しないっていう絶妙の感覚っていうんですかね。だから絵は邪魔しないけれども聞いた人の耳に残るっていうのはそういうことなんだろうなと思いながら、あの聞いてるんですけど、今もののけの話されたから僕なんかもちょっと思い出しちゃうのはね、富田勲っていう人がいるじゃないですか、はい、シンセサイザーの巨人と言われた。そうそう、あの人がそれこそ、新日本機構かな、はい、そこで生み出した曲ってやっぱりすごいんですよね。これでまあこれはね、僕は高橋さんの言い方で学ぶんですけれど、いわゆるスタイルとしては形式としては西洋音楽で、うん、要するに日本を表現する、うん、それに成功した一番最初の曲ですよと。はあ、そうするとね、日本を表現しようとするとね、はい、うん、みんな笛や太鼓とか、ね、そっち行きがちでしょ、はい、ところがあれね、全部西洋の楽器で成立させてるんですよ。はあ、これでラストインペラーで、はい、坂本龍一さんがね、はい、あの有名な曲をおやりになるでしょ、うん、そうすると明らかに富田さんの影響がある。で、もののけ姫ですよ。はあ、じゃあこれを一体どうやってやるか、はい、そうするとね、やっぱりその根っこにはやっぱり富田勲さんの発明したその楽曲の作り方、うん、それがやっぱりヒントになってる。だからこの3曲っていうのがね、実に面白いんですよね、はいはいはい、僕は、はい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 、だから僕ね、今の勝田純の時にね、はい、何しろ昭和のね、はい、の舞台は時代はね、はい、そこにどういう曲が流れるか、はい、これでまあね、地域性を大事にするんならやっぱり日本の楽器でなきゃいけないんだろうけれど、僕はある種ねバラライカでいいと思ったんですよね、うんうん、それで絶対表現できる、うんうん、でね、久井さんがいい曲作ってくれたんで合ってるとは思ってるんですけどね、うんうん、本当に何度も菅さんにいらっしゃった時にインタビューをさせていただいたりとか、はい、取材をさせていただいた中ですごく印象的だったのが、紅の豚の時だったんですけども、僕が仕掛けた対談番組っていうのがありまして、はあ、あの宮崎駿さんを、菅さんにお迎えして、誰かと対談をさせるという番組を作ったことがあったんですけれども、そこで ある種異業種の人をぶつけて対談させようという番組がありましてね、はい、で宮崎駿監督、紅の豚の時だったので、魔女宅があって紅の豚があったぐらいの流れの時だったんですけど、やはりその空を飛ぶことの気持ちよさを、描くことにこだわっておられた監督ということで、うん、宮崎駿さんの対談相手に誰がいいだろうって考えて、実は関西なんですけども、中田カウスボタンのボタンさんという芸人さんをぶつけさせていただいたことがあったんです。あ、そんなことありましたっけ。はい、で、なぜそのボタンさんかっていうと、ボタンさんはハンググライダーがご趣味で、あ、そうなんだ。もう いわゆる借金苦の芸人という芸風の方なんですけど、オフの時にはハンググライダーで空を飛ぶっていうのを趣味にされてたんで、本当に飛んだことのあるボタンさんと、本当に飛んだことがないけども、飛んだことの憧れを永遠に持ち続けている宮崎さんの対談というのを実現させていただいたんです。で、映画会社さんからは、東宝からは、大丈夫なんかと。ちょっとこう芸能人で、心配されまして、はい、その映画監督の宮崎さんという方をお迎えして大丈夫なのかということで、再三東宝でもご相談させていただいて、多分東宝からも鈴木さんの方に ご相談をさせていただいて、いいんじゃないかっていうご許可をいただいたというのがあって実現させていただいたんですよね。で、その番組でボタンさんが、師匠が、いや、宮崎さんに先生先生って言ってあったんですけど、うん、で宮崎さんは、いや、先生やめてくださいみたいな、そういう対談だったんですけど、先生飛びなはれと、一回飛びなはれ、気持ちいいですよ、もう気持ちいいですぜ、飛んでみはったらよろしいだなっていう話をされた時に、宮崎さんが、いや、本当に飛んでしまったら空を飛ぶ絵は描けなくなるとおっしゃったのがものすごく僕印象に残ってるんですよ。それすごくわかる。飛んだことがないから、飛んだらこんな風だろうなとか、気持ちいいだろうなっていう状況だから書けるんだって、本当に飛んだら書けないんですよ。そんなもんですかっていうのが、
僕の中ではまだまだ20代そこそこで作らせてもらった番組で、もうこれ以上の発言はないというぐらい印象に残った、番組をさせていただいた記憶がありましてね。いや、あの実際ね、まあ宮さんもそのいろんな服用機その他乗るじゃないですか、はい、そうね、あんまりね喜んでないんですよ実は。あの周りは良かれと思って、うん、ね、ご用意させてもらいます。で僕と2人でよく乗ることがあるんですけれど、そういう時は必ずね、なんてことに乗らなきゃいけないんだっ て、 ってやっぱりね、頭の中で想像してる時が楽しいんですよね。そうなんですよね、うん、だから頭の中にね想像したものをそれを映像化する、うん、だから必ずしも本当に飛ばない飛ぶ必要はないっていうのは彼の中にある。ただあの空を飛ぶ人からね話を聞くってのは好きですよ。ああ、うん、実際ね、はいはいはい、うん、だからそういうので自分の想像を膨らませていく。そうでしょうね。だからやっぱりあくまでもね、何でもそうだけれど自分がね想像であの形作ることが好きな人なんですね。うん、うん、だからその人生経験何でもかんでもやるから言い訳ではなくて、やらないから家の距離があって、そこにイマジネーションと空想ができるっていう、そこが僕はあのアニメーションの真髄であり、宮崎さんという人の作品の真髄ではないかなということをその頃に知ったというか、教えていただいたっていうきっかけにはなったんですよね。全然自分じゃね飛びたいって言わないです。だからそのクレナイの豚でいうと、その自分の飛ぶことの憧れをある種作った集大成みたいな感じじゃないですか。で最初短編で作られたけれども結果的に長編になったという経緯もある。でもそこに憧れがあって投影はするけれども、自分の気持ちは絵に描くけど、まあ、自分の分身としてあの豚を主人公にしたみたいなこともおっしゃっておられて、あ、なんかやっぱり常に距離と憧れがあるからこそ紳士的な立場で、うん、だからなんかね実現しちゃうのあんまり好きじゃないんですよ。はい、はい、だけどいろんな人がね彼にね乗ってみないかっていう話が来るんで、その度に断った。はい、その宮崎さんの作品の真髄もそこで教えていただいたし、あのいろいろとこうお会いする中でその度ごとに裏話も含めて聞かせていただいたことが、うん、やはりあのジブリという作品のまあある一端ですけれども知ることもできましたし、あのそれがあの自分たちの番組を通して人に知ってもらえたってことも、ね、私にとってはすごくいい経験でしたので。しかしな、もうすごい前ですよね、はい、25年ぐらい前ですね、はい、1992年かな。そうですね、そうですね。一つお願いをしようかなと思って今日は来たんですけども、はい、まあ、そのきっかけは2020年東京オリンピックっていうニュースが決まった瞬間だったんです。あの東京オリンピックっていうのがあって、これからうわどんな世の中になるんだろうなっていうふうに思っていた。でもふっとオリンピックの開会式ってここのところずっとその国を代表する映画監督が演出をしたりとか映像を作ったりしている。2020年東京オリンピック、ぜひとも長編は引退したけれども短編だったら作るという宮崎駿監督の映像が見たいなって思っております。あ、そうですか。でもあんまりね、なんていうんですか、なんとか記念って僕ら苦手なんですよね。だから宮崎駿もね、まあ僕もそうだったんですけど、一番最初に決めたことがあって、うん、ジブリで作品作っていくとき、うん、仮にねずっと続けられたとしても何周年記念ってあれやめようねって決めてきたんですよ、はいはいはい、だからそれを決めなかったことによってね、だいたい今何年ぐらい経ったんだろうっていうのがね分かんなくなっちゃってね。だからまあね、そういうご要望もあるかもしれないですけれど、ええ、まあ、宮崎なんかの記念のために何かやるっていうのはなかなか難しいんじゃないかな。すいません。いえいえいえ